気候法かなんかか。はっはっ、ひゃーひゃー、なんだこれ、カゴメカゴメ、カゴの中の通りは、ひえー、怖い怖い怖い。夜明けの晩、亀が滑った。後ろの正面だーれ。はっ、お前だー、キャー、なに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 、どれよ、どれが本物なのよ。偽物だったって言われても。やばい、それまでになんかいろいろするんだ、きっと。なんだこれ。すると亀が滑った？あ、でも先に行けない。後ろの正面だ、あれ。お前だ！本物だ！やった。後ろを攻撃すればいいんじゃないか、やっぱり。わかんねえけど。後ろの正面だ、あれで、やったところの後ろ攻撃しよう。違いはないよな。あ、バカ！そっち見るんじゃない。偽物じゃねえか。わー、痛い！ちょっと待って、俺上見てたのに、勝手に上に。まあ、関係ないのかもしれんけど。何これ？何が、なんでわかるもんなのこれ。ちょっと君。ちょっと君！魔除けの札でなんとかならんかね。え？眠らずの札？魔除け魔除け。一体何なのこのイベント。魔除けの札、装備しても何にもならんだろう。幽霊の嫌いなお札だぞ。お前幽霊だろどうせ。あ？はあ！やった！何これ、何基準？カゴの中の通りは、夜明けの晩。これ何なんだ、本当に。後ろの正面だーれ。後ろだー！よし、やった。あ、やった。本当にそれでよかったのかな？俺が向いてる方向の後ろだったのかな？君かい？やっぱり。どこからか透き通るような声が聞こえてくる。ようこそ私のお部屋へ。さあ、これから夢のような時間が始まるわ。私の可愛い子供たちと仲良く遊んであげてね。はあ、なんだ、ワープした。しかも子供のスケルトン。だるまさんが転んだ！来た。そういうことだろ。だるまさんが転んだ！来た！だるまさんが、おら！おら！痛いよ！あ、怖い！怖いんですけど、顔が。こんな顔だったの？お母さん助けて！寺蔵ちゃんがいじめるよ！どうも、寺蔵ちゃんです。え？あ、え？テレス。あ！お母さんだ！お母さん！おか、お、あ、何？お母さん、何する気？お母さんやめて。何、何？どうしたの？どうすればいいの俺は。攻撃だ！ピュー！攻撃だ！ピュー！やった。あ、なんか出た。なんか後ろついてくる。よくわかんねえ。シュッシュッ。走り回ってるだけだけど。3！ 結構攻撃力が効いてないな。うん。当たらない。はい。2！ 2 しか食らわないぞ。結構これやばいんじゃないか？これは、属性がまずいのかもしれないから、一旦ちょっと違う武器に切り替えてみて、装備する。やばい！攻撃力がちょっと違うだけで、全然ダメージが違ったりするから、1！ これこっちの方がまずいような気がする。2！ 1！ これ全然食らわないな。これはダメだ。え？ライトスタッフが実は効くみたいな。そういうのあるからな、多分。なんだ、仮面を。4！ やった！ライトスタッフが効くんだ、きっと。やったぜ！見つけたぜ。あ、でもあんまり効いてないかも。あー、72！ 超強え！ちょ、待って。くっそ強かった。これはやばい。さすがに防具解禁した方が良くないか。いや、決めたことは突き通そう。ダメージを食らわなければ。当たらなければどうということはない。そうだろ？
もう球根ないけど、あんまり。ちょっと待って、これやばいな、結構普通にやばいぞ。やばい、これちゃんと飛びのけないと。 OK、 はい、これを完璧にできれば倒せるに違いない。 OK、 シャッ無敵で抜ける、シャッ。あ、どこだ、やばい、これどこに値判定あるんだか分かりづらい。あー、60何も食らう、これはまずいですぞ。これ食ってる場合ね、食ってる場合じゃねえな。こうしてここで使わないと、メニュー画面で使わないと危ない。これまだまだ死なないような気がするんだけど、もうちょっと戦いやすいところで戦いたいんだけど、このまま終わらないのかな。やばい、死ぬ、死んだ、強い。あ、初めてゲームオーバーになった。ボロ布の服ではやっぱり話にならなかったかもしれん。超強え。負けました。あれ？あれ？ちょっと待って。なんかルワールが増えてる。ここルワールじゃないよ。ルワールの市場？何それ？発展した？早くも。あれ？魔法屋。こっち魔法屋？プライムブルー屋。発展しておる。草のメダルをガンガン買っとこう。雷竜のリンク。雷電か。光のリンク、電子のリンク。光のリング。光のリングをガンガン買っていこう。効くような気がする。早食い大会？器用なピエール。なんかいろいろ増えてんな、マジで。よ、ピエール。俺、ピエール。道具をいじったり作ったりするのが好きな18歳。俺の発明見たい？見たい。何それ。人の姿を紙に焼き付ける機械。写真か。ちょっといじっとしてくれよ。いいか？繊維の。わー！そんなことあるか？なんだか失敗したみたいだね。てめえ。改良してみてみるから。あ、これ何回も来ればきっと発展するんじゃないか。どうだろう。いろんなところを旅してみるなら一つ頼みがあるんだ。僕の絵が他の街の人に受け入れられるか試してもらいたいんだよ。いいよ。本当かい？じゃあ僕の絵を一枚君に渡しておくよ。どこかの街で絵が好きだって人に会ったらこれを渡して感想を聞いてほしい。わかった。貧乏人が。俺が協力してやる。お前の絵を買った！てか、お前の絵見てないのにさ、協力するというね。見てもいないで協力することはできるんだろうか。てか、新しいアイテム売ってたりしない？もしかして。プライムブルー屋もなんかいろいろ増えてたよ。神秘の球根は増えてるけど。まあ、さすがにそんなないか。武器とかは。未だにライトスタッフが置かれてるというのは、やはりなんかあるんじゃないだろうか。なんか喋ったっけ。早食い大会したい。ジャンは大したもんさ。ルイじゃこうはいかなかったのね。あ、ケインズさんが来たよ。どこにもいるな、君。国。物品の交流。発展指数 20%。へえ。100% にしなきゃダメなんじゃない？お前またかよ。もう、花なんかいらねえ。食えるわけでもないしな。なんだい？花の一つも買えないのか。花より団子ってな。つか花持てねえんだよ、もう。あ、バウンティーの宿じゃん。え？これ何？どうなってんの？街の外観が変わっただけ？いや、なんかいろいろ変わってるぞ。
てかメイリンどこ行った？メイリンまだ死んでるのか？メイリンみたいな。あ、違う。そんなことなかった。ババア、おばあちゃんになってしまったメイリン。おばあちゃんじゃねえか。水平さんか。北の方にある小さな島に、すごいお金持ちが住んでるんだって。北の方にある小さな町？すごいお金持ち。この犬っころは何なんだべ。いつもいるけど。宿屋でかくなってんな。メイリンは？メイリンいないの？ケインズさんじゃん。どうして小さな女の子とペンギンなんだ？そうだな、確かに。ペンギンちゃんはまだらしいよ、でも。東京のペンギンじゃないって誰かが書いてたよ。ジャンのおかげか。よかったな、やっぱりジャン選んで。あなたの頭上に輝く星の巡りをピタリと当てます。ああ。ちゃんと聞いていかないとね、ここね。はい。なんと！お前さんのラッキーアイテムは花と出ておるぞ。マジで？花？もうだって9個は ?9 個ってか、最大数持てる数持ってるよ、俺。あ、ルワールこんなんだったっけ？早食い大会はどころで。こっち？ああ、2番街。あ、芸術に興味を持ってる。それは、後でぜひ、絵を見せなきゃ。あれ？ここの人の家も。そうですか、自由になりなさったか。それはよかった。ああ。おばあちゃんちゃんとわかってるじゃないか。お部屋がもらえたんだよ。かわいい。どんどんいい生活になってくな。最終的にネオ東京みたいになるのかな。もうのんべじゃないんだ。あ、よかったな。それはそれで。ジャン。ジャンじゃねえ。こいつはルイだ。ジャンの頼みで彼を手伝うことになったんだ。いや、毎日が楽しいよ。え？共産主義はやめたのか。ジャン。新しく生まれ変わってルワールは、でも本当の街の発展はこれからが勝負なんです。そのためにまた勉強しないと。経済活動を活発にしたり、他の街から人を呼んだり、街の施設も整えたいですしね。本当に勤勉だな、この人は。いいことだ。ガシャン。ベッドは一つでよかったな。二つでしかもルイがいたら、大変なことになるところだった。危ない危ない。そんな動画にしたくなかったから。エル王者はその後、行方不明なんだって？実は王様はエル王女に殺されてたりして。ああ、なるほど。そういう、それ、エルが犯人という可能性もあるな、確かに。飲み応えがよく爽やか。心地よいほろ酔い気分。そんな酒を研究してる最中なんだ。試してみよう。本当に美味しいな。もう俺は二十歳を超えたからな。21歳。保証付きだよ。さあさあ、一気に飲んでくれよ。おう。グビグビ。ゲロまずって言ってんじゃん。ダメじゃん。お前が飲んでからしろよ。お前味おかしいんじゃないか？味覚。こっちはうまいんかい。よくわからん、その基準が。今度は新しいの作ってみるから。あ、これ、こまめに来ないとダメなやつ？もしかして。マジか。よかったな、来て。じゃあ。負けてよかったな、じゃあ。誰が何と言ってもこの店では、下々のものの服は作らないざます！経済活動ができてないんじゃないじゃん。下々って高貴な人なんてそんなにいないだろう。ここが死んでもマダムは相変わらず値段の張る服を作ってるの。でもあんな服誰も買うわけないよ。このままじゃお店は赤字だわ。ああ、私もお店を辞めちゃおうかな。大変だ。街が大きくなっても私の生活は何も変わらないわ。さあ、マーガレット。何かを言い出してくれ。マーガレットじゃなかった。マドレーヌだった。お願いがあるの。聞いてあげるよ。可愛い女の子の頼みなら。お願いってなんだ？話してみろよ。ありがとう。ここに私の作った服がある。これをよその街で売ってほしいの。私自分の服が世の中で通用するか確かめたいの。任せてよ。はい。へえ、よその街にね、素敵な服。スペインのリッツに持ってけばいいのかな？どこにやればいいんだろう。さーて、服を着せたいやつなんていたかな？マダムパピオン。多分これ痛い目見るな。クロワッサン！いつも食うよ。大好きなんだ、クロワッサン。お
食いは得意だけど早食いはダメ。どこでやってるって？街の広場？どこどこそれ。ピエールね。なんか一戸建てが増えてるな。家具屋。いろいろ部屋に入って、うん、よそから引っ越してくる不動産屋。え、なにこれ、どんどんさらに、まあ、まだ発展指数 20% って言ってたから、まだまだ発展しそうだね。もったいないって言われてる。とりあえずお城行ってみるか。うわー、なんだこれ、すごいことになってる。制限時間60秒のうちにできるだけ食べてください。薬入りの食べ物も仕掛けてあるのでご注意を。どういうこと？危なくね？もぐ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 。もぐ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 。もぐ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 。薬入ってないぞ。いいぞいいぞ。全然入ってないじゃん。あ、やばい。なになになに？ 7 ポイント。8ポイント。これ何？薬入りのやつは決まってんのかな？わあ！何これ？どこにあるかとか決まってんのかな？こんなんでいいのか？わあ！薬が。薬っていうか、なんか、燃えたぞ。俺燃え上がってたぞ、今。食え食え食え。まだか。残り15秒。やばい！あー、寝ちゃった。急いで。食う順番が大事かもしれん。もぐもぐもぐも。あと一個だけだ。食え。24ポイント。え？24ポイントじゃダメ？ここになんか落ちてるぞ。ここにもなんか落ちてるぞ。もぐ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 。あー、寝ちゃう。なにこの罠。前の罠と違うんだけど。何この汗。寝ちゃった。なんだこれ。これ絶対足りないだろ。25ポイント。え？なんだその1ポイント足りなかった感じ。簡単だった。意外と。ちょっとよくわかんないです。別に判断力が良かったわけじゃないけど。良かった、でもノルマ30じゃなくて。よし。もう一回ピエールに会ってくるか。写真は良くなってたりしたら。またいろいろ回ってみよう。見たい。あー、今度燃えた。あ、なんだか失敗したみたいだね。それで済ませられるか、お前。見たい見たい。やった？あれ？何も起こらない？ってことは？やったー、成功だー。人や物を紙に写す機械が完成したぞ。別に俺いらなくねえか、それ。その実験。これの実験で君のことを感電させたり燃やしちゃったりしたから、感電の蚊と燃やしちゃったメラでカメラと名付けよう。めちゃくちゃ言うなお前。ふざけるな。やった、カメラ手に入れた。試作品みたいなものもらって大丈夫か。フィルムあんのか。ん？はあ、よかった。これ発展したってことになるのかな。もしかしてケインズさんはこれを評価してくれてる。ケインズさん。どうすか？ああ、それはしてないけど。
あー、上がった。マジか。そんなんで上がるんだ。マッサージ全然ダメなんだけど。思いっきり、思いっきり、思いっきり、あ、押してる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 、これか。え、あー気持ちいいって言ってたじゃん今。ダメこれ。やったやった、1ジェム。マジか、そんだけかよ。服いらねえか。親友の仇を探してるって今時実に泣かせる話をしてくれたんだよ。なんだって？あいつじゃないか、青髪の。どうなんだ？吐け。ここも何回も来ればいいんじゃないの？もちろん。ガクガク。今度は美味しくなったか？結局ゲロまず。おかしいな。これ何回も繰り返そう、これも。本当に今度こそ大丈夫なのか ?3 回目だから。3度目の正直。うまい！来た！どうだい？お、そう、美味しかった。そうか、うまかったか。はっはっはっは。これはブドウから作った酒なんだ。これで売りに出せるぞ。そうそう、君にも一本あげよう。やった、ブドウ酒。これを交易していくのか、また。どこに行けばいいんだ、これ、持って。酒好きなやつなんていたっけ？いたっけ、そんな。他の地方にもって言われても。どこま、え、元にも、ちょ、前に戻ったりした方がいいのかな？ちょっと食いまくってるんだけど、これ。もぐもぐ。そんなことより俺はブラッディ・マリオを倒さなくてはいけないんだけど。ああ。ああ。